歌うとは、アメや、勝負がフリーウェアとして配布している、Windows、MacOS 用歌声合成ソフトウェアである。2008年3月に配布が開始された。2011年5月27日には、MacOS 展版である、歌うシンスが公開された。歌唱合成ソフトでは、ユーザーが声を採取して作成した音源を歌唱させる、ことが可能なソフトの一つである。 ピアノロール状にノートを挿入して動かし、完成した譜面のノートにある文字から音声ファイルを使用して結合し、一つの音声ファイルを作ることができるソフトウェアである。ソフトウェアの分類としては、音声合成の一派に当たるが、どちらかといえば、歌唱に特化した歌唱合成に分類される。厳密に言えば、音声データの挿入、編集による歌唱ソフトウェアに当てはまり、 より専門的に特化した合成ツールと比べ、いくつか差異がある。歌うの機能でまとめるなら、音声をまとめたファイルを使用し、ホルマントを保ちながら、ピッチを変更でき、タイムストレッチに対応した、音声結合ツールの一つである。制作の過程で、ボーカロイドと同じ三部構造を持ち、それらの構成内容に、ユーザーが手を加えられるのも特徴。公開以後。 ニコニコ動画や YouTube にて、楽曲のボーカルに歌うで作成した歌を加えた動画などが投稿され、また歌うで使用されることを目的とした音声ファイルが少しずつアップロードされ、一つのコミュニティを生み出す。2009年には、窓の森大賞にて金賞を受賞した。2011年1月19日、着歌や着声配信業務も手掛けているドワンゴに、 音声ファイルの簡易生成用に仕様を変えたエンジンの開発、提供し、歌うモービルのサービスが行われている。また、歌うをボーカルとして使用した CD 楽曲も商業流通で販売されている。歌うは、の3つに分けられている。音声ライブラリーは、外部データ、GUI とエンジンはコアという形で分類される。音声ライブラリーには、 アクエストのテキスト読み上げ用ソフトウェア、アクアストックから作成したものを、デフォルト音声、音源名、歌うデフォルト。キャラクタ名は、歌ね歌、通称デフォルとして同梱している。読み込む音声ファイルは、歌うエディタ上のノートに入力された文字記号とライブラリー内の音声ファイル名を、称号して取り出す仕様である。ただし、プレフィックス、マップという設定ファイルによって音高に応じて読み込む。 ファイルが設定されている場合は、それに従って音声ファイル名を称号する。ライブラリー内の音声ファイルには、それぞれに音高が設定されている。合成される歌声は、元になる音声ファイルと歌うエディタ上の音高との差に応じて音高が調整される。音向の調整時には、フォルマントを加工し、性質の極端な変化を防いでいる。フォルマントフィルタは、 任意で使用しないようにすることも可能。リーサンピラーに受け渡すための楽譜情報、加工設定データを入力、出力する部分である。デフォルトでは、ピアノロール上には音符データしか表示されていないが、表示設定を切り替えることで、ピッチ曲線と音量の減衰情報、その他音声加工用の各種パラメータの文字が、視覚的に表示される。1トラックのみ。 作成可能で音符の重ね置きはできない。ただし、音符上での原音設定によっては声を被せて1、トラック内でコーラスさせることも可能。また、マッコーセックス版においては、単一の音源に限り8つのマルチチャンネルに対応している。休符は R で表記される。作成した楽譜及び発音データは、ストファイルとして保存される。楽譜データを D3 ピラーに通すことで、 音声ファイルであるウェーブファイルとして出力可能。また標準ミディファイル形式のミディデータの読み込みに対応し、ボーカロイドの VSQ ファイルにも対応しているため、それらのファイルと歌うとの間でデータを互換させることも可能である。各音符にはピッチ調整やエンベロープ、オンを加工するためのオプション設定が可能。オプション設定で使われる加工処理用パラメータは、 使用するエンジンの伸縮加工部によって使用できるものに差異がある。その内容は、声を男性的、女性的に変化するもの、ローパスハイパスフィルター、原音のピッチ変動の揺れ、幅操作、ノイズの低減や追加の追加、ボーカロイドエディタのパラメータで言うブレシネスに相当、などがある。操作系の簡易化、オートピッチについてはより具体的に、 かつ簡易に操作が行えるようにするためのオートピッチ、モード2という操作体系に切り替えることが可能。ドネーションウェアとしてのレジスト登録を行うと、レンダリング後に生成した波形を書き出し、再度調整することが可能。エディタブでは、プラグインを用いることも可能で、これにより便利な拡張機能を使用できる。プラグインは、有志が制作したものが、特定箇所で配布されている。ちなみに、 エディタの配色は、セッティング、意味のパラメータを書き換えることで変更することができる。歌うで使用する音源は、日本語の音素や音節に切り出した音声ファイルなどを一つに、まとめてライブラリーファイルとしたものであり、基本となる複数の音声ファイルに加えて、付加情報のファイルなどから構成される。原音設定表は、歌うで使用する音源の中でも、 口述の音源方式を含む発音に関わる基本、かつ重要部分。エディタブで、楽譜データ、設定表は、歌うでも、GUI で設定が可能であり、周波数表は該当する音声を再生する際に、自動的に作成されるが、どちらもファイルが膨大であるほど設定と作成に、時間がかかるほか、誤差が生じることもあるため、あらかじめ同梱されている場合が多い。原音設定は、 他のユーザーによって配布される場合もある。まとめた音声ライブラリーは、歌うのフォルダ内に直接、ZIP ファイルで受け渡す場合は、ウォート拡張子を書き換えて明示することができる。また、DLL 化することで容量を圧縮できる。この DLL 化は、歌うのデフォルト音声で使用されている。特殊な音声ファイルに、音声合成の連結的合成の用法を利用した、通称、 連続音音声ファイルを使用することで単一音声を使用した時のものと比べて無調整でもある程度発音の流れを自然にすることができる。録音するモーラの長さによってもその扱いが変化するがモーラ数とそれに伴って変化する収録音源数によって音源設定もやや複雑で音源取り直しの手間や収録時間も相対的にかかるようになる。これから発展して 日本語だけでなくそれ以外の発音以外での訴え方にも滑らかに適合するよう母音、ボインシーンで構成された音素を挟み込み C v v C、CVVCCV な流れになるように分けて作る CVVC 音源という手法や連続音の流れを組んで一音素がシーンボインシーンで構成された CVC 音源、レ連鷹、術という調整初心者向けに作られた連単ンン音音源の作り方も生まれた。 音声ファイルデータそのものは独立したファイルであるため他の波形編集ソフトや DAW 等のソフトに使用できる。音声ライブラリーはユーザーが自分で必要な音声データを採集して制作し使用することができる。人間の声である必要もなく楽器の音や猫の鳴き声で音を奏でる歌わせるなどの使い方も登場している。これらの作られたライブラリーは 有志によっていくつかの無償音声データが提供されているものもあれば、商業関係の企画やサークル活動の一環として制作されて販売されるものもある。キャラクターボーカルシリーズに倣ってキャラクター設定を付加しているところもある。音声ライブラリーは多重音声や囁き声、シーンのみ等といった音声ファイルを用意することで表現力を高めることも可能となっている。 日本語にない発音を含む言語に対応したライブラリーを作る場合、入力に X3 波などの音声記号を用いることにより、多言語に対応したライブラリーも存在する。エンジン部にあたる波形合成器はエディタブで作成した加工データと音声ライブラリーを使い、音声ファイルを出力する部分、伸縮器と結合器で構成されている。デフォルトで、 伸縮部のリーサンピラーと結合部のウェイブツールがそれぞれ同梱されている。出力させる音声ファイルはエディタブで範囲指定した部分を再生することも可能。エンジン自体は独立したものであるため同じような合成を行うものであればエンジン部だけを入れ替えることも可能。エンジン部は作者が公開しているものから有志が作成したものもある。デフォルトで搭載されている。 音声伸縮エンジンであるリーサンピラーも同様に処理の仕方が多少異なるバージョンが複数ある。基本的に使用できるエンジンはエディタブで入力したストファイルに対して一つであるがツールを併用することで複数のエンジンをノートごとに指定し切り替えることも可能。エンジンによって生成される音声の音質及び加工結果が異なるほか結合ファイルが生成されるまでの処理時間が異なったり 処理の仕様に合わせて独自の波形加工用フラグオプションを付け加えることもできる。ただしエンジンの処理仕様に適する原音の仕様との相性があり適合しないエンジンと音源では音質が悪化したり異常処理が起きることもある。生成方法はバッチ処理でデータをまとめて生成するため歌うのエディタ上でオートスクロールさせる場合は一度キャッシュファイルを作成しなければならない。 エンジンによっては処理で生じるキャッシュファイルの量が増大することもある。出力時は使用上を単一で処理を行うが DLL の使用やマルチスレッド支援ツールの使用で高速化ができるようになっている。なお、ボーカロイドで使う VSQ ファイルを GUI で編集可能なソフトウェア、KDNCE は外部から合成器を使用する作りとなっており、 歌うの波形合成器とも連動させることができ、リアルタイム再生を行うことができる。2007年9月に、初音ミクが発売とともに、大きな話題になり、ニコニコ動画に、多くの既存曲、オリジナル曲がアップロードされるようになると、かねてよりニコニコ動画に、ザ・アイドルマスター関連のマット作品を発表していた、いわゆる、職人と呼ばれるユーザーたちは、その動きを面白がり、 ザ・アイドルマスターに関する多くの歌から曲の一音一音を切り張りして別の歌に仕立てそれをニコニコ動画にアップロードしてその出来栄えを競い合っていくザ・アイドルマスターは短い期間に大量の曲が作られており一人のアーティストの膨大な音声データを簡単に集めることが可能であったため切り張りで別の曲に仕立てることができた このような手作業による声のつなぎ合わせでの歌の制作を人力ボーカロイドと称して楽しんでいた。この流れの中でニコニコ動画に自作ラップを投稿するなどの活動を行うミュージシャンの一人だったロリ・コムは自らの声を収録した音声ファイルを人力ボーカロイド用の素材としロリオン・コムと称して公開した。歌うの作者となるアメア・勝ョも ドリオンコムを使用して動画を投稿していた。アメヤ、勝負は分解された素材から歌詞への再結合にオーダーシティ、オーダーシティで作成した音源を楽曲の音高に合わせるためのメラディンの体験版、それによってできた音声の録音に Windows 付属のサウンドレコーダーを使用して作品を作った結果、相当手間がかかることを動画内で記載している。このように、 人力ボーカロイドに歌わせるには膨大な手間がかかるため切り張りを簡単にできる人力ボーカロイド支援ツールとして歌うは開発されたツール自体は2008年1月11日にニコニコ動画で発表されているその時点ではコマンドラインツールとバッチファイルを使用したウェイブツールによるので音声ファイルの中で切り出すエンベロープにも近い 音の時間指定の調節を可能としたものであった。音階は事前に音声を加工したファイルを作りまとめておく必要があった。2008年2月5日に単音の伸縮機能と音声変更、さらに GUI を追加した動画が公開されている。音源は JPuntake が出力した音節を加工して使用された。2008年2月20日には原音設定に該当する。 単音伸縮における伸縮境界点の設計と単音単位でのピッチベンドの調節を可能にした動画が公開され、基本的な仕様はほぼ完成された。この時点では作者が人力、ボーカロイドのツールとして使用していたメラデンに劣らないように改良が加えられている。二千八年三月六日に仕様説明の動画がニコニコ動画で公開され、同年三月十五日に ツールの名前を歌うと命名し、現在に至る。作者はもともと業務系プログラマで、音声合成専門ではなかったが、歌うの制作を通じて、知識を取り入れて制作が進められた。公開後も改良が重ねられており、他の音声合成関係開発者たちと情報を重ねて開発が進められている。ただし、アメ勝負は2008年6月に人力ボーカロイドは、 人の手作業で膨大な手間をかけて作られたものであり、機械で生成するのは方向性が違うため、人力ボーカロイド支援ツールという名称を辞退するとした。これによって歌うは歌声合成ソフトウェアという名称になっている。歌うはあらゆる音声を用いて歌声を作成することが可能なため、テレビ番組、CD、DVD ソフトから既存の人物の音声を採取し、 それをデータとして用いることが可能である。作者のアメヤ・勝ョも当初はハンドメイド名のボイスドラマ CD の一部を用いてデモンストレーションを行っていた。これらを背景として2008年5月にアメヤ・や勝ョは権利関係がクリアにならない限り当面はその音声データを用いたデモンストレーションを行わないとした。窓の森2009年窓の森大賞を歌うについて 歌うのモバイル版、歌うモービレ原音の周波数が極端に高い、低い場合は設定値の限界に追いつかず、またデスボイスをはじめとした液成分が濃厚で気温が正常に検出されにくい音源は、手動で周波数表を修正しないと正しく再生されない、または音高がおかしくなる場合がある。ポイント、シーイン、ボインで構成される音源は、蒸気連続音と区別するため、 単独音と呼ばれることもある。使用する場合、音素同士を接続する部分で、クロスフェードさせる必要がある。CVVC 音源でも同様。http://www.youtube.com/.watch, v=.p に t h e b にザボース9 2 4 d 3四 D 三ピラーに該当する。音項変更で用いる。 フォルマント処理に関しては、彼独自のアルゴリズムで制作された h t t p w w w g e o s t a y s j p a s a m o r i i y j p n t a k e h t m l q u e s t a l k のエンジンを使用したテキスト読み上げソフト4本さん。あなたの声で歌うソフト 歌うの奇妙な世界。ASKI.JP2020 年3月25日閲覧。真の人力ボーカロイドとは FC2 ブログ歌うについて2020年3月25日閲覧。 http://utau2008.blog47.fc2.comslashblog-en-tr-i-38-html ありがとうございます。